人侠ものですから、やっぱりそういう世界はものすごいギャグにしやすいので、ギャグにするためにはまず命をかけて、緊張して、戦う男を表現しなきゃいけないので、その中で失敗していくことが全部おかしいという状況です。今回はもう自信あります。本当に毎回言ってましたっけ、これ毎回言ってました、私台本がまだできてないんですね。ですから内容はどういうストーリーになっていくのか、どういう笑いがこう詰め込まれているのか、それは分かりません。ただ宮下さんの頭の中には、お笑いですとかね、いろんなこう面白い部分がもう詰め込まれているんだと思います。ただ台本がない、これは残念でございます。ただ私の場合すでに本があるんですね。残関東芸人のリーダーお笑いスター131人告知はそうですね、ちょっとなんでね双葉社から1500円、よろしくお願いいたします。浅野ゆう子さんとは、ほぼ10年前に、共演をいたしましたサンシャイン劇場でしたっけ。はい、その次の年から、演舞場に進出ということで、浅野さんにしてみればなんだよというね、私が出てから演舞場ってどういうことなのという気持ちもあったのではないかと思いますけど、こんなになんかたくさん来ていただいて本当にびっくりしました。こんな広いところで、こんな豪華なところで、もう眺めもいいですしね、20年近くやってきたせいじゃなくて浅野さんと塚田君が出てくれるおかげだと思っております。どうもありがとうございます。で、熱海五郎一座もいつかはね男性のゲストが来るんだろうなって思ってたんですよ。今回初の男性ゲストが塚田君ということで、どんな変化を起こすのか。でも今年塚ちゃんがねゲストに来るということで、これまで若いいい動きしてるねって言われてた特にリーダーなんかは結構ジジイだなってことがバレると思うんですよね。若いメンバーで頑張りたいなと思っておりますんで、もうよろしくお願いします。ありがとうございます。久々に舞台上で翔太さんと近くにいる環境が多いのかなと思って、楽しみ半分不安半分。まあ不安というのはセリフを普通に忘れるという不安、舞台に出てこないという不安で、セリフを思い出したとき、あ、そうだ思い出したって喋り出すという、あの意味不明な不安、そういう不安はいろいろ抱えてるんですが、楽しくやれればいいなと思ってます。私が50歳を迎えましたときに、お客様に笑っていただくということをもっともっとさらに勉強させていただきたいという気持ちになりまして、そこでいろいろな作品を拝見させていただき、シャレ、センスがものすごく素敵で、もう私は絶対に熱海五郎一座に出してほしいと思い、11年前三宅さんとご一緒させていただいた時に楽屋に突撃いたしまして、なんとか熱海五郎一座に出していただきたいですと直訴したのが私でございます。そして、一度ゲストで迎えていただき、すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。衝撃だったのは後ろのセットの転換の時にその幕が降りて、その前で座長と2人で芝居をさせていただく時に、何度も何度もお稽古を重ね、座長から絶対にこの幕の後ろに入ってはダメだからねってもう強く強く言われておりましたが、初日空いてみたら幕の前に立っていたのは私だけでした。はい、衝撃でした。座長は一体どこ行ってしまったんだろう、一人でこれ芝居どうやってつなげればいいのかっていうのが、初日からそういう洗礼をいただき、もう本当に来年こそは来年こそは来年こそは私かとずっと待ち続けて、念願叶い夢が叶いました。この度の公演本当に力いっぱい務めさせていただきたいと思います。本当にこのお話をいただいた時は本当に嬉しくて、ステージに立つのが本当に好きなので、皆さんとは本当に初めましてなんですけれども、やっぱやるからには本当に全力で、熱海五郎一座はたくさんのファンの方もいらっしゃるので、その名に恥じぬようにここに刻まれるようにしっかりと頑張りたいと思います。熱海五郎一座決まって嬉しいわい。素晴らしい。すいません、ありがとうございます。劇場へ来て一つの笑いをみんなで共有する楽しさ、生の舞台の素晴らしさを、今回こそ本当に、伝えなきゃいけないと思っている声はありませんので、ぜひたくさんの人が、劇場に足を運んでくださいますよう、よろしくお願いします。